皆さんこれちょっとお願いします。気力がお定まり、お定まりになっていないお方お願いします。<laughs> なんかその、その言い方もなんか変な言い方になってしまったけど。うーん、まあ中飛車普通に囲っていきますか。普通に囲って。なんか得意戦法一直線アナグマなのに、一直線アナグマあの、全然やってなくないですかっていうコメントを最近。 いただくんですけど。やってますよっていうことをお見せするためにやろうと思ったけど、できなかった <laughs>。角交換されるとさすがにできないで、これ角打ちは角打ちで受かるのでそれはできないですね。まあ、できないわけじゃないけど。まあ、地下鉄びしゃぶくみで行きますかね。地下鉄びしゃぶくみの駒組でいきましょう。 こう銀上がって風ついて桂跳ねて飛車引いて後々ビュンみたいな感じでいきましょうそうですね相手の方はまあどんな感じなんかちょっとうんちょっとなんか普通じゃない空気も漂ってるんですけどおっとそれは風つくとまあ金上がりで受かるかまあ風ついてまあ今の角打つのも角打って同角成同桂で もう一回角打つと金上がって強者取る手には同飛車みたいな、まあ、手順ざっくり言うとそういう感じの手順がありましたねちょっと端歩受けるのか話を聞いてみますかおっと端歩は受けるとまあ金上がって矢倉の形にしておいて角打ちは強者があって角なれるけどまあその馬があんまり働かないっていう狙いですねなんかすごい相手の方はこっちに角を打たそう打たそうとしてきますね <laughs> なんか誘われてるいざなわれてるいざなわれてますねただどれも打っても大してこっちが良くならないような気がしたので打たないとまあここ,この角はワンチャンあったかもしれないけどなうんまあでもあんまり打って幸せになるイメージもなかったんでまあこんな感じで端棒銀いきますか端棒、まあ、銀すれば将棋って勝てると。 そういう噂が最近流れてます。嘘です。完全に嘘つきました、今。嘘つきがちなんで、気をつけていただきたいんですけど。しかし、嘘をついたときは嘘をついたと、そう誠実に言っていくスタイルなので、ご安心ください。それは安心できるのか、定かではないけど、ご安心ください。<laughs> で、これ、そういう、 こととは置いといてあの端封一歩交換してなんかこれ意外に一歩交換しただけで終わるみたいなこともまあ泣きにしもあらずなんですけど今回の場合封ついてうフ歩っていう攻めが狙えるのでなんかいつもより厳しいのかなっていう気がしてます。あ歩封ってこれは同香は架空って強者取りが受けにくいよっていう狙いだと思うんですけど。 いやそれもワンンチャンあるんよな同香に角が強者取りと次銀取って同期に銀打ちで飛車金両取りっていう手があるんですけど角打ってきた時に飛車回れば両方受かるんですよねそれって。だからワンチャンあるのとまあ取らずにフーって銀取り受けとくでいいタイミングでこの歩を強者で取るっていうのも全然ありで。 まあどっちかなーっていうことなんですけどまあでも歩使うとなやっぱり歩付きがちょっと狙いにくくなるんでできるなら気合で同居と取りたいけどまあ角打たれてどうかで飛車回ってまあそこで何もないと思うんですけどね取って同飛車強者とか別に封打てばいいしうーん大丈夫じゃないかな取ってみるかちょっと角が怖いようですけど飛車回れば両方受かりますよと。 これで角成同金銀打ちの飛車金両取りをかわしつつまあ強者に紐をつけてると神展開端を攻める神展開きましたねこれまあ橋攻めると見せつつまあこっち作くても見せつつなんか結構こっちだけで攻めるってうまくいくこともあるんですけどそうするとまあこっちだけ攻めるとこう逃げられて捕まらないことがあるんでできればこっちも絡めたいですね だから、風付きでどうですかと。風付きでどうですかっていうコメントを残しておきます。コメントを残させて、あ、そうだあなたから <laughs> あなたからの、あなたからの風付き。あなたからの風付きはどうしよう。同腐でどういうことなんやろ同腐で一歩入れば風打ちがあるってことだけど、 その同歩に銀取って同居に銀ぶち込んで同銀なら角なりみたいな手はあるけど銀ぶち込んだ瞬間に一回強なりとかで攻めれるから普通はいいですけどねでも難しいかなまあでも取らない手が難しいんでまあ取りますか、まあ、次取られるの嫌なんで取っといて。 銀取って同香銀とか放り込ん。いやー、効いたね。それね。まあ、これは取るしかないね。銀の時にどうするかだね。うーん、そういう手があるのか。まあ、強者受けといても別に不満ないような気はするけど。同銀は角成で金取られて。それはちょっと嫌かな。さすがに。何がさすがになのかはよくわかんないけど。何がさすがなのかわかんないけど。 まあこういうなんかバランス型の陣形って一か所食い破られると一気に崩れちゃうんで食い破られないのが大事で同銀って取るとこう角成りでここ食い破られてしまうのでダメとただ放っておくと銀取って同金同角成りがあるんでここ受けないとダメなんですよねまあ銀上がってかわして受かればいいけどそれ封つかれて同銀に金取られるしまあ あるんかな銀上がって風ついた瞬間に風ついて角取りに行くとかあるから難しいかもしれないけどちょっと怖いな強者で銀なり同香ぐらいで受けといて、また銀打ってきたら銀埋める感じでいくか。ちょっと不安感のある受けですけど、なぜ不安感があるかというと、なぜでしょう。<laughs> 感覚です。いやーまあなんか、 あれですねこれ次取れないんですよね結局結局銀取ると金取られるんでなんかここを相手の方としては好き放題攻めれるんですよねあんまりこの銀取りを気にしない気にせずに攻めれるんであそうそうそういう感じでだから嫌っていうのはあるんですけどまあこれ風で追い返せばいいのか で角引くと今度こそ銀が取れるから多分封つくと一回銀取って同香に角逃げてくると思うんですけどそうするとこっちへのこの角の脅威がなくなるからまあなんかこちょこちょしていっていけるとうん角を狙うのが急所かな攻めのこの根元にいる大砲を破壊して戦力を落としていくとこれを破壊すればこっちの玉は安泰、破壊というか撤退させれば そうですね一回銀なりでまあ同金は同角りで金と無理やり交換してくれてもちょっと気になるんで同香で取っておきましてそうですねこれで安全になりましたねこっちこれは来てる時代が来てる時代が来てるんですけどまあなりか風付きかなんかなこういう強なりって入れるか迷いますよね まあ入れて損ないような気がするけど玉逃げられてここにいてくれた方がなんか角打ちから一気に迫る手が残ってるっていう可能性がな気にしもあらずなんでどうでしょうそれは神の溝知る神の溝知ってるまあ普通まああんまりうんわからん <laughs> まああんまりもったいぶってもしょうがないんかな今日なりまあいきますか まあついといてついおいてじゃないわ今日なってついといてこう左右強撃を目指していきましょうあ一回ねでもそれ同歩同歩同桂同歩同歩同桂でこっちの桂香がズバーンって効いてくるんでうーなんか得してそうな気もするけどどうなんでしょうか同歩同歩同桂で銀上がって催促してきた時催促というか来た時に銀打ちで勝てれば話は早いけど 同銀同桂なり同一に格打ちまあちょっとなんか捨てすぎな感じもあるかなとりあえず同歩かとりあえず同歩で多分同歩って取ってくるんですけどここで同桂か同香かはたまた別の手かっていう悩みがあったりしましてツーブって角打つとかあるんかななんか高気化していやーそれツーブりすぎか銀打たれて。 いやそれちょっとつぶりすぎてるかもしれないなんか桂跳ね自然ですけどなんか銀逃げられた時よくわかんないんですよねまあ歩なればいいのかなでも桂馬跳ねてこう銀逃げた後にこれ桂馬取られるとここに桂馬打たれる大手が気持ち悪くてちょっとそれやめてもらえませんかっていうことになるんですよねまあふなり同金桂馬もあるんかなで銀逃げて金取って同銀 ただそこで、いかんせんそこで何するか問題が解決できない。私には解決できない。まあ、それで、ふう、うん、将棋って難しいね。<laughs> 結論、将棋は難しい。そういうことなんですよね。結論、将棋は難しい。まあ、なるか。なって両取りにしときますか。単に跳ねるよりかは、まあ、なって跳ねた方が勢いあるかなって。 思った次第ですで取って同銀に封ってなんかここに逃げられるの嫌なんでここに角打ってこの逃げ道を塞ぎたいんですよねだから叩いて道なら格打ちますすよって言ってて言いきますか、まあ桂馬嫌なんですけど今はまあ逃げて、まあ、まあ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 って感じなんでまだ大丈夫でしょうって感じなんでそうですね同銀だったんですけど、まあ、狙い通り角が打てると。 アイゴマここにすると銀打ちで詰みなんで多分ここに銀弾いてくるんですけどまあそこで角なっといてまあまあって感じでいきますかまあまあでまあまあまあと言いながら金直っていう粘り方もありますけどねそうですねそうですけどそれ一回成強を寄れるのは同玉なら角成で金が取れる成強ででも逃げられた時がよくわからんだから銀とか張り付いて逃げたら あ逃げたらら上か,ら金かうーんそれもな,なんか決めきれてるのかと言われるとどうなんですかっていうねそういうことになり申すわけですけれどもまあ張り付くかこれこっちに逃げるのは角なり同玉金で多分罪ですねそれはだから逃げるならよ,よりは金かだから浮きしかないんですけど。 ま金張りついてでもそれが詰めろじゃないんよな多分取って同飛車同角成り同玉金で逃げられて成桂を捨てて同玉飛車逃げて飛車成り同角銀逃げうんちょっと詰めろじゃないよなあ詰めろじゃないとなると何かちょっと不安感あるけどこれは同銀成が詰めろかうんてか詰めろっていうかこれは必死じゃないかなさすがに。 同角りで合駒に飛車打てばそこで合駒しても金で積みなんで,で放っておくと金打ちで積みで桂打ちは怖いけど玉よればこの瞬間はさすがに積まないはずうんこれは勝ったかなと宣言をして負けた数数知れず <laughs> 数数知れず。 数々知れれずなんでですすすけどそうですねこれはただ罪だ罪と思います同角りで銀愛してくると思うんですけどそこで飛車を打つ手が罪の手筋であ金合でも銀合でも一緒ですね飛車ゃ打って銅銀って取るとこう馬で王様取れるので結局どちらにせよここに飛車ゃ打てますねで合駒したり銀引いたりするしかないんですけどそこで金を打てば これはぴったり逃げ道がないので詰み、罪といやなん。まあ、割とうまくいったんじゃないでしょうか。はい、ソフト先生に聞いてきます。というわけで乾燥性なんですけど、まあ今回なんか右肩上がりでこっちが良くなってましたね。悪いところがなくて、しかもなんかこう端数ついて仕掛けた局面があったんですけど、なんかもそこですでに優勢になってましたね。そこまでいいとは正直思ってなかったんですけど、この局面でも優勢になってましたね。 まあつまりはもう8ギ銀最強駒組みするだけで優勢、まあ、そういう神戦法ということなんですけどただちょっとまあ損したのが同歩に同銀といった手ですねいやこれ8五銀の手筋は同銀で行くのが手筋でまあ別にこれでも悪くはなかったんですけどまあ100点ぐらいの差だったかなうんまあ別に全然優勢こっちがいいのはいいんですけど今回の場合は同強って取る手もあったみたいですね 同香って取ると基本的にこう歩打たれてこれでこれ以上前に進むのが難しいのであんまり良くないって言われるんですけど今回の場合一歩持つことでここを歩ついて同歩に歩打ちで桂馬を取ることができるのでこれでまあ攻めが続けれるので香車で行く手があったっていう感じですね。だから本譜これ橋同銀と言ったんですけど同香も今回は有力でした。 まあ銀も全然有力で、こう角打ちに飛車回った手が、こう端に効いてきて、相手玉寄せる、いい駒になったので、まあこの辺りで、小生ぐらいまで行ってたかな。まあ大優勢ぐらいまでは行ってましたね。うん。もう端棒銀、神。橋ふ端棒銀、神。狙い分かりやすいし。まあ玉が薄いのがちょっと嫌なところですけど、まあ相手の方からするとこっちの陣形、 玉が薄いけどバランスがいいんで結構どこから攻めるのか難しいっていうところがあってまあ攻められにくいのでまあまあいいかなっていうところですね。でこの端棒銀あるあるなんですけどこの端からだけ攻めてもなんかどん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 こっちに逃げられて捕まらないっていうことがあるので端絡めつつ右側からも攻めれると。 まあよりいいですね今回は結構その攻めがうまく決まった感じでしたね右側からの攻めとこう左右攻撃でなり同金系羽で逃げてなり同銀で,で結構なんかこのラインにかく打てるとこっちの逃げ道防げる,げることが多いので、まあ、こんな感じでか打ってこうここの逃げ道を狭めていくと。 ここに合駒すると、金打ちで詰みなんで、金上がって、こう寄る手を見せてきたんですけど、まあやっぱり、こう右側からですね。左側はもう成強と飛車で、なんていうか、破壊したので、破壊したのでって。まあまあ、こう、突破できたんで、今度は右側からって感じですね。で、銀打って、横に逃げる手も考えられるんですけど、これは金取って、同玉に、 金金を打って逃げたら金打ちで積みますなので銀には飛車逃げてきたんですけど金打って同金同銀なりでまあこれ受けなしですねまあ一回桂馬を打ったんですけど逃げておけばこちらの玉は積まないですしまあ同飛車と取るぐらいですけど同角なりで合駒しても飛車打ってこう逃げ道を塞いでから金打てば積みなのでこちらの勝ちになりました。 実践で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また右四顕微の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。